ジェフリー・マーシーは、アメリカ合衆国の天文学者。太陽系外惑星の観測の第一人者であり、初期に発見された100個の系外惑星のうちの70個を、ポール・バトラー、デブラ・フィッシャーと共に発見した。ミシガン州のセントクレア・ショアーズ生まれ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で物理と天文学を学び1976年主席で卒業した。1982年に、 カリフォルニア大学サンタクルーズ校で天文物理学の博士号を取得した。1982年から1984年までカーネギー研究所で教え、1984年からサンフランシスコ州立大学で助教授、教授、カリフォルニア大学バークレー校で天文学の教授を務めた。1995年にミシェル・マイオールとディディエ・ケローによって報告された。 ペガススザ51番星の惑星が実在することを確認し、この年以降マーシー自身も相次いで太陽系外惑星を発見した。主な発見は、アンドロメダザウプシロン製が3個の惑星を持つこと、1996年 HD209,458 ビットの構成面通貨の確認、5天文単位を超える軌道を持つカニザ55番星、D、 海王星サイズの境外惑星、グリーゼ436ビットとカニーザ55番星、E などがある。バトラーと共に2001年にヘンリー・ドレーパーメダル、2002年にベアトリス・ティンズリー賞を受賞し、2005年にマイ・オールと賞賞を、2013年にトムソン・ロイター引用栄誉賞を受賞した。2015年、長年にわたるセクシャルハラスメントにより検跡を受けている。 2015年10月12日、ブレイクスルーリッスンの主任研究員を辞任した。ありがとうございます。